でね、僕一つですね、今回この、なんだっけ、進行性の筋ジストロフィー。はいはい。なんかベッカー型ですよね。デュシャンじゃなくてベッカーなんですね。はい。まあ、これ、別に神経内科医じゃなくても経験しますよね。うん、ちょっとそういう話をちょっとさせてほしいんですけど、うん、まあ、いわゆる進行性の筋が壊れていく疾患。まあ、どちらかというと、ALS っていう病気の方が有名ではないかなと思うんですけど。いわゆる神経筋疾患ってやつですね。そうですね。まあ、進行性に筋肉が衰える。で、一番怖いのは、呼吸筋が使えなくなって、最終的にはなんかこう呼吸筋が悪くて呼吸不全で亡くなる方がかなり多い病気と考えるといいのかなと思うんだけれども、もう一つ大事なのは、体が衰えるのって普通ほとんどの病気が認知機能が落ちていったり、まあ、要はボケていったり、まあ、自分が分かんなくなっていく中で、まあ、ある意味、まあ、幸せ、そういう意味では幸せなのかなと思うんですけど、辛さが分からないのでそのままなくなっていくんですけど、この筋肉が衰える疾患は最後の最後まで意識ははっきりしているので、まあ、ある意味地獄なんですよね。で、僕、まあ3年目ぐらいのお医者さんの時に、この、まあ、特に ALS みたいな疾患は非常に大変だぞってこう指導医の先生から教わったんですよ。で、なんとそれを実際経験したんですよ。辛いなっていうのが、その患者さんと、まあ、主治医で何年目かだったかな、すごくこの本読んですごく思い出したんですけど、それと同じような状況があって、ちょっと一部この本文から読んでいいですか。あ、どうぞ。で、これどういう時の話かっていうと、気管切開をしますかっていうタイミングの文章なんですよね。で、鹿野さんは最後の最後まで絶対に人工呼吸器、気管切開は嫌だって言ってたんですよね。で、かたくなに断り続けた後半なんですけど、まあ、多分ずっと、これ主治医鈴木先生っていう先生だったみたいですけど、多分この鈴木先生にすごく僕思い入れが出ちゃったんですけど、それもしよむと、もはや気管切開は避けられない状態だった。しかし鹿野は首を縦に振らない。翌日、二酸化炭素濃度はさらに高くなり、100を超えた。100を超えたらもう大体心臓も止まりますね。すでに意識も朦朧とする状態の中、再び鈴木医師が鹿野に呼びかけた。鹿野さん、どうするの？呼吸器つけないと死んじゃうよ！ああ、僕も言った、それ。はい。鈴木は、それまでの付き合いの中で鹿野が人一倍自分の病気について知り、常に意見をはっきり表明する患者であることを知っていた。そのため、そのような場にあっても、あくまで本人の意思を確かめようと努めた。それが二人の信頼関係だった。鈴木の呼びかけに一瞬意識を取り戻した鹿野は、先生に任せます。助けて。そういったきり、再び昏睡状態に陥った。っていう文章なんですね。で、ちょっと僕が経験した話も重ねていきますと、全く同じ状況だったんですよ。ちょっと病名忘れましたけど、まあ、ALS か本当にジストロフィーだったような気がするんですけど、もう目に見えてたんですよ、酸素をいってて、で CO2 が溜まってる状態で酸素をいってるので、それこそちょっとでも眠剤を与えるとこうなるみたいな状態な人に、僕は指導医から言われて、もうこの人にこの気管切開をするべきだって言われてたんですよね、指導医からも。で、僕はしっきりに言ってたんですよ。したら本当にこの鹿野さんと同じように絶対嫌だって言うわけですよね。で、絶対嫌だって言われたら、こう結構リアルな話だと思うんだけど、次指導医が言う言葉は、じゃあなんかこう心臓マッサージとかそういうのはどうすんだよみたいな、ね、いわゆる DNR どうすんだよみたいなね、結構事務的ですよね。でも現場は事務的なんですよ、本当に。なんでかっていうと、いや、なんでかっていうとね、結局24時間主治医が、信頼関係があると思ってる主治医がいるわけじゃない、寝るかって言っていないんじゃないですか。で、急変なんですよ、待ってるのは。待ってるのは急変なんだけど、主治医は一人しか無理なんですよ。わかります？この本当に信頼関係が持てるのは別に何年目の医者でもいいんだけど、一人しか無理なんですよ。多分指導医が言っても崩れてますよ。だから僕はまあピュアだった僕、まあ、今もピュアだけど、まあ、そんな感じでこうどうするんですかって言ったんですよ。
で、その患者さん実はどうなったかっていうと、会話させてくれなかったんですよ。そういう話は聞きたくないって言われて。ああ、本人がね。本人が。そんな、俺は、そんなならないっつって。はいはいはい。なるほど。そんな呼吸が止まるなんか信じられないとか言われて。だからね、その先全然話ができなかったから、心臓止まるよって言ってたんです、本当に。うんうん、どうしたらいいの知らんって言うんですよ。知らんって言ったんだ。知らんみたいな感じですよ。だからある日ね、心臓止まったんですよ。呼吸と同時に止まりましたね。うん、で、対応法は知らんだったんですよね。これがね、まあ、まあ幸いね、昼まで僕がいる時だったんですけど、まあ当然僕がそばにいるわけじゃないから、ピンポンパンポンで呼ばれるわけですよね。ピンポンパンポン止まってますっていうことで、なんか全員集合になって、そこで僕はね、いろんな何も知らない医者から罵声を浴びるんですよ。まあなんで決めてなかったんだって言われるんですね。なんでこんななることが分かりきってるのに決めれなかったんだ。僕はね、すごくその時にね、何も言えないわけですよ。でもなんか、言いたかったよ、僕も、みたいな。でね、いや、フルでやるわけですよ、だから。まあそうだよね。でね、まあ対応がうまくいって、それうまくいったんですよ、実は。だからもうそこで相関をして、管入れて、人工呼吸つなげて、で、心臓も戻って。で、ちょっと泣けてきたね、これ。やばいな。翌日って翌々日じゃないな、意識も戻ったんですよ。おー、すごい、うん。ね。で、戻った頃には、もう気管切開してました。で、僕聞いたんです、本人に。ね。これでよかったんですかってね。うんうん。たら、ありがとうって言われましたね。もうこれね、こういう神経筋疾患で全員こんなドラマなんかって僕はね、すごく思いましたね、この苦労は。で、多分これ鈴木先生もほぼ同じような感覚になったと思うんですよ。CO2 が100っていうのを確認できただけまだいいっていうね。うんうん。だから、そうやってゆっくりになっていったけど、ほとんどのこういう神経筋疾患の人って僕はね、このなんていうかな、CO2 ナルコーシスって言うんでしょうけど、窒息が多いと思うんですよね。だから、その徐々にじゃなくて、突然なんですよ、やっぱりね。まあ、痰が詰まったりとかね、いろいろあります、ね。そう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 。だから、なかなか、ね、これまでもなんか他の本でも話してたと思うけど、患者がね、こう、本当にそうなるって思えないっていうか、自分がそうなるって思えないっていう、ね。やっぱりね、基本的にはここはもう医療者と患者さんの大いなるギャップだと思いますけど、うんうんうん、私たちはそういうことを何回か経験したり、その後どうなるかを見てるから、当然そこが十分分かった上で、だから決めた方がいいよって話せますね。ところが患者さんにとってはそれは経験したことがない未知のことなので、やっぱりどんなに言われても想像がつかないんですね。だから、結構これ実は神経筋疾患だけじゃなくて、例の ACP の話とかで言うと、まあ、いわゆるその例えば喉頭がんとかね、喉のあたりのがんとかの人で言われるわけです。もうあなたは予防的に気管切開をしておかないと窒息しますよって言うんだけど、したくないしたくないって言って、そんなことが起こっても俺はしなくていいって言うんだけど、苦しくなると救急外来にやってくる、うんうんうん、でそこで気管切開してくれってして、でその後したくないって散々言ってた主治医が見に行くと、先生ありがとうしてよかったって言うんですよ。で、みんなでもそこはね、じゃあそいつが本当にわからんちんでダメな患者なのかって言ったら、そういうことではない。そうじゃない。そうじゃないんですよ。みんなね、そこは想像ができない。うん、だから、そこはやっぱり丁寧に根拠よく説明してもダメだった時には、最後の最後まで、その意思決定が直前でガラッと変わることは当然あり得ると思いながら、根拠よくこっちが付き合っていくしかないんだろうって、個人的には。だから、その決めたことも、仮に本当に分かってるなとこっちが思っちゃって、決めたことも本当の急場で、特に断ってる状況では急場に助けた方がいいっていう時があるんですよね。まあ、土壇場でひっくり返るでしょ。で、だから助けてくださいってなることはあるわけだよ。あるよね。だからそこは究極ですけどね。そこが主治医じゃなかったらなお難しいんですよ。そこで周りの先生がなんで決めてなかったんだっていうけど、逆に決めててもそこでまた迷わなくちゃいけないことは変わらないだろうなってことで、うんうんうん、いや、よくあるじゃないですか。そのピンポンパンポンでね、ドクターブルーかコールか、なんか、いろいろコールがありますけど、呼ばれたときに、コードどうなってるって、それすごく大事なことなんだけど、そのコードは正しいコードかって一瞬立ち止まらなきゃいけないコードもありますよね。ありますよ。だから、それでみんな解散みたいな感じにね、
はいはい、なることもなくはないんだろうけどね。いや、それはでも一人一人わかんないよね。だからそこはすごく今回これ読んでなんかフラッシュバックしたところがあって、10年以上前の記憶です。でもさ、やっぱ10年15年って医者やってると、そういうシチュエーションにいろんなことで出くわしますよね。はい、いや鈴木先生お疲れ様でした。というわけでね、ちょっといきますね。はい、言いましょう。あ、でもそうやって、迷いながらみんなやってるんですよ。いや、そうですよね。人間の医療現場ではそうやってね、みんな一生懸命最後までこう、多分最後の最後まで迷って話し合って決めていくって作業なんだろうなっていう。そうですね。